アジアフリーメイソン、またはフリーメイソンズは、民末新書に民間で結成された秘密結社。これは大外には、天地会と呼び、内部では、公門と呼ぶ。中国で、明朝末期から、新朝初期に起こった秘密結社。明の総合救済組織はやがて、阪神また、明、新朝、女神族、万人、異民族支配を倒し、明朝。 韓民族を復活させるお趣旨へと変わってゆく。アジアフリーメイソンは、公文、天地会、チャイニーズフリーメイソンと同一組織である。アジア人、または、有色人種を基調とする国際共済会団体、会員数5.500万人。アジアフリーメイソンの由来には、日本に設立した一般社団法人、公文天地会連林道日本総会。 英語表記ジャパンロータスチャイニーズフリーメイソンズ JLCF が命名の発端である。新時代は平和をさらに昇華させたものにしなければならない強い志と残虐なみがたい争いごとを絶やし意図的に惹かれた国境ではなく、真のコスモポリタンすなわち宇宙上空から見た真の地球の姿をなし、共存共栄と共通る人類が一致団結すべき。 そんな思いから和を生むべく、このアジア最大組織の日本総会から発信し、世界の人々の心をつなぐ、世界大道のキーワードとなるよう名付けした。アジアフリーメイソンは、公文、天地会、チャイニーズフリーメイソンと同一組織であるため、内容が重複する。なお、ウィキペディアの公文にも書き込みをしたが、文章の嵐があったため記入を辞退した経緯がある。天地会の別称は、 時代や地方により異なり、公門と天地会は同一組織、三天会、三号会、天定会、三河会、県士会等など50種類以上の別称が確認されている。これらの別称は各地へ伝播していった際に、成長を欺くために使われた名称である。天地会すなわち公門の創立は福建省の後継病である。これは公門伝承秘書にも記載されており、 その信頼性は符合する。この高経病は、1761年万雲流、大詩谷により正式に創立としており、新潮後期年代において、天地界のご祖が結命を結んだ場所とされ、そして防衛発展する。拷門誕生の聖地、として1991年3月20日大、三世級文物保護に認定されている。ネット上では、 低成功が起こしたと論評するところもあるが、近年歴史家の研究などで、これに異論が多く出ている。そもそも、広島のすなわち、天地界に、低成功の話は存在しない。低成功を掲げたのは、太郎会である。公文の性質、アジアフリーメイソンこと、天地界すなわち、公文は、民衆と、親密な関係下にある。その性質は、以下から垣間見ることができる。 制約の性質、公門すなわち、天地界は最も初期では宗教性をとにしていた。その名を、天地界発掘教。ですので、宗教形式が基本要素に含まれている。例えば、神話、伝説、宗教信仰、思想信仰、出家的な要素さらには、日常生活の模範、規律礼節。また、特は、人生の未来目標や、 おごそかな入会儀式にその宗教的性質があることがわかる。集団の性質、五女集団五女集団、天地界の人員はもともと社会の仮想人士あるいはクーリーである。農民が組織的に作った五女集団。初期は力はなく小さな集まりであり、そのうち地方の強権や私欲な政府官人、または極貧の生活を強いられ、 その対抗するためどんどん成長し集団化していった。つまり当初は明確な半身また民の趣旨よりも成長につれて変化したと言える。これが公門源流の天地会である。奇妓集団へ、木木集団、天地会すなわち公門は施設や長江上中流域にいた別の崩会、過労会に対し共闘の申し出をする。これを同会は受け入れ。 やがて明朝を復興させようとする革命集団へ変換していく。この頃の趣旨は明確に阪神また民であり、北方から侵略してきた万人を倒し再び肝心の国を復興させるが目的。政党系統の天地会すなわち、肛門正確な名称は肛門天地会、長房の組織内部の職位について、天地会の組織には根、扇。 この三つの職位である。これを三下三つの花と例えられている。高根、高根は元帥である。または、露守、総理、高門最高階級の陶水にあたる。頭上の流眼層花が印である。白線に対し指示する。全組織の相対的な主導権、指示権を持ち、目標指針の決定や、議会の開催、監査あるいは視察等の権力がある。 中華民国の国府である孫文はこの職位にあたる。この職位により、官民族の危機、新国からの解放活動やその資金の調達が可能となり後々の侵害革命につながった。後の中華民国国府孫文は1904年に金木県市の紹介を受け、アメリカホノルルの公文学科団体の国安会に入会し、広魂の職位を授かる。 そして、肛門源流の天地会系統からの絶大な協力や扶助を受ける。白線、白線は分職軍師である。最小、諸謀職も関連する。頭上のボタン花が印である。白線は能力者であることが必要。なぜなら白線は財政的な管理や兄弟らの管理、知的で聡明であり、肛門を不作配下の参頭に貢献できる人物。管轄下には、 わらじ432が控える。一般的に白線は一般会員の感知はしない。会員らに問題等が発生した際には会員らが、わらじ432に報告をあげ、わらじが対応しきれない場合は白線に指示を仰ぎ、その処理方法を受け対処する。白線は有限実行であり、処防職により、規律規則の一切を伝承する重要な立場にある。 核戦に対する認識は一つの組織。例えば一つの三党や山主の階級がこれに当たる。それぞれの三党や山主は与えられた地区や区分を統括し、決められた相対的な目標達成に向け運営権限を持つ。ただし、この職位は高校にはなれない。わらじ、わらじは文部職である。将軍職も関連しており、管轄は地下の会員らである。 並びに組織任務に従事する。わらじは、見識がある他に、会員からも尊重される人物。人望が、厚くなおかつ弾力が必要であり、決して自分が手やしりしよく、強権強欲であってはいけない事故に対し、ましめが、できる人物。配下に部下が月日常の生事は、自己判断で処理し、大事の場合は、上層幹部の白線に報告し、指示を伺う。なお、 この職位は、高懇になれる。49、49と呼ぶ。これは、一般会員を差しわらじの指示を受け、行政関連や、その他の業務に従事する。公主公主と呼ぶ。公文の儀式の一切を取り仕切る職位である。白線は公主までしか昇給はできない。つまり、高懇にはなれない。公主は、公懇が、適任者を選任でき、公文伝統規定として、 公主の職は数とにのみに伝承されてゆく。489は21定、工事を代表する。崇高な修行者であり、公文の発展に努めるが職責である。ただし、三党、道には、越権して干渉してはならない。わらじは、将軍、武進の職位であるため、広志根に、職位昇級ができる。なお、公文、 県地会の昇級職位制度においては、以上3下の職位、49、講師は兄弟らの推薦により、申請後、講門の覚悟大坊により承認を受けた後その職に就く。なお、これらの重要職位において、その継承はその職位に就く時に、初めて教授される。つまり、その職位についた者だけが、さらなる具体的な内容や活動を知り、 他の職位の者は知ることはできない。有色人種を基調にし、肌色国籍言語宗派などの隔たりをなくし、世界展開するアジアフリーメーソンすなわち、天地会と公文は、故障が違うもののすべて同一組織である。日本において、他に公文を掲げた組織があるが、公文天地会省連動日本総会が公文五夫妻の伝統を受け継いでおり、その 長房の役割を果たしている。ありがとうございます。